眠れるラジオ。褒めてほしいのコーナー。こんなに頑張ってるのに誰も褒めてくれないなとか、褒めてほしいけど人に言うほどでもないなとか、そんな出来事を送ってください。僕があなたのこと最大限褒めさせていただきますというね、コーナーでございます。やっていきます。新潟県キラさん。私は高校2年生ですが、高校生になって初めて漢字検定3級に挑戦した結果、見事に受かったのですが、国語科の先生やご両親に褒められなかったので、ガスケツさんに褒めてもらいたいと思いお便りしました。いつも寝る前に Spotify で画面を真っ暗にして聞いてます。よく眠れるのでとってもいい睡眠時間になります。これからもガスケツさんを聞きながら寝ようと思います。おやすみなさいということでね、おやすみなさいね。サンキュー、サンキューですよね。本当にサンキュー買ってくれてサンキューなんつってね、もうサンキューってどんぐらい難しいんだっけ。なんか前回もあったな、関係サンキューね。はいはい、関係サンキューね。なるほどね。あのネプリーグのまあ、7問目8問目ぐらいの感じだよね、難易度で言うと。これ神社の境内とかね、執念とか暫定とかね。はい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 。いやいやいや、もうでもこれできたらね、もうなんかもう基本的に漢字できますよ感あるもんね。いいじゃん、いいじゃない、頑張った、いいじゃないね、おめでとうね。じゃあ次行きますかね。埼玉県ロムさん。ガスケツさんこんばんは。いつもお疲れ様です。私は国語と社会が得意で、いわゆる文系ってやつです。そして漢字が大好きなので、小学校の頃からよく漢検を受けていたのですが、この間漢検2級を受けました。結果は2回目でやっと合格で2級を取得することができました。本当に難しく、みんなに自慢したいのですが、自分の友達は頭いい人ばっかなので。また話は変わり、中1の時に私は定期テストの順位が100位より下で低く、褒めてもらいたいと思い頑張って勉強したところ100位順位が上がりました。ですが大好きな担任以外からは褒めてもらえることありませんでした。なので少しでも褒めてもらいたいと思っております。2つも申し訳ないです。はい、褒め方むずー、これ難しいなこれどうしよう。高校生で3級と中学生で2級が来ちゃったこれ。うわー、これでも、いやすごいよねいや、まあ、ロムはもう漢字が好きだから、そもそもがね、ベースとして吸収早いのよやっぱり。いや、だからすごいね。だからすごい。それでもうやっぱ漢字好きだからもっと学びたいっつって頑張って2級取ったって。で、一方キラは多分漢字嫌いなんだよ。あんま好きじゃないの。もう無理やりやってんだよ。それでもう3級取ったっていう、この差です、この違い。嫌なことをやりきるっていうのもやっぱこう一つのね、大変なことですからやっぱり。わかるのよ僕も、居酒屋で働いてた時はドリンクの作り方最後まで全く覚えられなかったけど、今映像の仕事やってる、そのソフトの使い方とかカメラの機能とかはもう一瞬で覚えられるから、一瞬はちょっと言い過ぎかな、一瞬は言い過ぎだけど、まあ、やっぱり覚える速度も全然違うから、やっぱりそこの差ですやっぱ、ということです。なので、結論、まあ、キラもロムもすごいということです。これでキラが、いや別に嫌いってこともないし漢字好きですけどねとか言われたらもう終わるけど、そういうことにしといてくださいキラね、否定しないでくださいねそこはね僕もなんかちょっと資格欲しいなんて毎回言ってますけどね、全然取ってないね。なんかCG の検定があるらしいね。なんかそれちょっと取りたい気もしてる最近、なんか一個持っといたらなんかいいんじゃないかなっていう
そんなぐらいですね。あとサウナスパね、サウナスパも撮りたいなんてずっと言ってるけど結局撮ってないね。頑張りますわ。はい、2人ともありがとうございました。すごいやっぱ関係ね。はい、次、長崎県やだな、なんか嫌なラジオネーム来たな、嫌なラジオネーム来た。ラジオネームガスケツにご飯あーんされた後キスしてもらいたいさんですね。ガスケツさんこんばんは。いつも寝る時のお供にさせてもらってます。私は環境の変化に弱いので4月が一番大嫌いなんです。今年から私は3年生になりました。クラスの人も変わって新しい先生が来たりいろんなことがあったんですが、何より大好きだった担任の先生と離れちゃったんです。1年2年と持ち上がったから3年まで持ち上がると思ってたのに、それが一番悲しいです。私はもともと不登校で全く学校行ってなかったのに、家に迎えに来てくれたりたくさん褒めてくれたり、その先生のおかげで学校に行けるようになったんです。だから急に離されてもう織姫と彦星状態です。そんな学校に行ってる私を褒めてほしいです、ね、なんかもう頭おかしいやつ来たなと思ったけど、お便りは意外と普通な感じだね、うん、よかったよ真人間で。ねえ、本当にさ、そっかね、まあ、好きな先生とね離れ離れになるのはな悲しいし、そっか、その先生のおかげで学校行けるようになったっつんだったらさらにねちょっとしんどいよな、これでもさ、高校生の高校の先生とかってさ、もうここまで手厚くはしてくれないかった記憶があるんだけど、俺の高校はね。だから中学生かな、俺中学生にキスしてもらいたいと思われてんの、俺すごくない？俺もう来年30よ俺君の倍生きてるよね本当にまあいいまあいい、そんなことはどうでもいいんですけどなるほどね。やっぱな、4月な、でも確かになんかもともと不登校でちょ先生のおかげで、で4月先生違う人になっちゃった、ちょっとね寂しいね。まあでもそんな中でね、まあ、先生のおかげで今学校に行けてるということでね、いやーよかったじゃないですか。いや頑張ってますよ。まあ引き続きね頑張りすぎずでお願いしますよ。でもね、はい、次行きましょう。韓国お住まいのセオさんですね。こんばんは、いつもラジオ楽しく聞いております。私は韓国人で日本の大学に4年間留学していました。この前好きな人に電話で告ったのですが、シンプルに振られました。彼とは大学同期であり同じ韓国人で、私とは違う専攻の人です。入学当時から少しくらい名前と顔はわかる程度で、連絡することも話す機会もめったになく、2、3年の頃に授業の空きコマがあり1回くらいご飯に行って会話もしてました。その後彼は軍隊の入隊の関係で大学を休学し、私は4年間通った後卒業し、1年間就活してから韓国に帰国してます。今は彼は復学して卒生と就活に励んでいるらしく、 SNS もつながってるので3ヶ月前に久々に近況を知りたいなと思い、いきなり電話をかけてしまいました。その時はフレンドリーで接してくれて、その後も友達とゲームしている時以外は何回か電話に付き合ってもらいました。男性の友達と長く喋るのはなかなか慣れないので、私から親しく接すると誰にでも自分のことを好きなんだなと思われてしまうと思うと怖くなります。電話をしながら気づいたことは、声変わったんじゃないって思うくらいとてもいい声でした。あと人間として好きになったのは、こんな私にでもフレンドリーに接してくれてるんだということにありがたさを知った時でした。でもあまりに連絡しすぎると好きってバレちゃうし、就活や卒生の大事な時期に邪魔させたくないので、ちょっと距離や期間を空けて再び連絡しました。でもやっぱりどうしても友達以上に関係を続けたいのが私の欲張りではあったので、伝えるだけなら大丈夫だと思い、やり取りをしながらこれから告るよの雰囲気を匂わせました。
気づいてくれたのかわからないのですが、文字で告白して振られたら記録が残っちゃうから黒歴史確定だし、見えないけど声で直接伝えたいと思い、ちょっとふざけたこと言ってもいい、一瞬だけ線越えていいみたいにジョークにしているような雰囲気にして私から付き合おうと告げました。しかし彼から伝えられた言葉は、まず俺が言いたいのは今まだ付き合う気はないかな、自分の面倒を見るのも精一杯だしとのことでした。私に好きの感情はないように見えたのですが、彼の状況を一番考えて答えてくれたと思います。最後に聞かなかったことにするからもう寝なと言われて電話を切りました。なるべく自分にダメージを少なくするために真剣であっても彼に負担をかけないようにと思い、軽い気持ちで告白した結果振られたことになってしまいました。再告白はもちろんしたいなと思います。多分今回告白したのはタイミングが少し悪かったのもあると思います。彼も私もまだ仕事が見つかってない状況であることと、急すぎて本当に誰かと付き合うことを考えていないから今は付き合えないということなのかもしれません。自分のことばかり考えるのは嫌なので、冷静になってしばらくは友達関係のままいたいなと思います。すごい長文になってしまったのですが、読んでいただきありがとうございました。日本語うまー日本語うまごめんね、最初の感想が日本語うまーでごめんね、うん、日本語うまそうだよね、韓国の子はそうね、それがあるね、兵役がね。兵役って何年あんの、韓国の兵役何年。18ヶ月間1年半か。1年半か。で1年半空いて、でまあ軍隊でね、まあいろいろ辛い思いだとかね、いろいろ訓練とかして、ちょっとこうがっちりしてシュッとして帰ってきて、なんかより一層魅力的に見えちゃうみたいなのもあんのかな。やっぱ確実に男としてのレベル10ぐらい上がるじゃん、多分あんな思いしたらさね。え、本当にな。それで声聞いたらなんか、あ、なんかめっちゃいい声みたいな。なんかあれなんだよ、なんか男ってあの命の危機を感じるとフェロモンが出るらしいんだよ、なんか、うん、なんか その色気みたいなのもやっぱ声にも出んのかな、やっぱ、なるほどね。まあちょっとまた頑張って、いやよく頑張ったよ、やっぱり勇気いるからね、告白するってのも、特に女の子側からなんつったらさらに勇気いるでしょうから、なるほどね。卒生とかって言ってるってことは美大とかかな。もう僕はあの一生あの美大への憧れを抱きながら生きていってるんで、美大行きたかったなってもうずっと思ってる、美大行ってたら行ってたで多分普通の大学行って行ってみたかったなとか言ってるかもしれないけどね、はい、ないものねだり男なんでね、はい、ということで褒めどしのコーナー以上となりまして、眠れるラジオスタートです。ガスケツの眠れるラジオ、皆さんこんばんは、そしておやすみなさい。眠れるラジオガスケツです。このラジオはよく眠くなると言われる僕の声とヒーリング音楽を一緒に聴いていただき、気持ちをくれ落ちしていただこう、そんなコンセプトでお送りしております。今日も聴いていただきありがとうございます。このラジオで寝落ちできた方、ぜひ明日も聴きに来てください。そして寝ちゃって聴けなかった部分なんかは、その良き時間、作業中とか帰宅途中とか良き時間に聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、クリスマスですよ皆さんね、え、知ってると思いますけど、まあこの投稿日はイブ、クリスマスイブかな、まあちょっとね、仕事で忙しいのと、クリスマスイブの日はちょっと M1 を友達と見るのでちょっと早めに撮ってますね。今年の M1 はクリスマスイブね、あ、誰、うわ、誰優勝してんだろう、やばい、楽しみすぎる、どうしよう、
え、誰？うわあ、もう、ああ、楽しみすぎる。いやあ、もう本当にキングオブコントと M1 だけなんです、本当に僕の、あの、1年間の楽しみって。本当に。それしかないんで、本当にね。いやあ、うわ、誰？まあでもなんか毎年あれだよね、優勝する人ってこう、あんまり期待されてなかった人だったりするよね、なんか。この人は行くんじゃねって言われてた人大体優勝しないよね。ってなると誰なんだろうな。いやでも今年は違うのかなとかね。いやもうちょっとワクワクですよ、本当に。いやー楽しみ。もうでも仕事も終わってねえしよ、ずっと仕事のこと片隅にあるまま M1 楽しむことなんのかなみたいな。はい、まあ、前回のコメント欄読んでこうな。ああみんなステッカー欲しいんだ。なんか送れないのかな、なんかあのラジオとかでさ、お便り読まれたらステッカープレゼントみたいなのあるじゃん、よく。あれをちょっとやってもいいのかもしれないけど、どうやって送ればいいんだろうね。なんか、どうしたらいいのこれ。ちょっと、送り方がわからない。それかなんかどっかに置いてもらうとか、なんか何かしらで皆様の手元に届くようにはしたいですね。せっかく作ったんでね。100枚ぐらいあるんで。はい。おつまみさん。こんばんは。友達と喧嘩しちゃって気まずくて、いろいろ考えちゃって寝れなくなりそうなので、今日はより一層ガスケツさんにお世話になります。おやすみなさい、ね、喧嘩しちゃったよね。ごめんねって言えた？ごめんねって、喧嘩しちゃってごめんねって言えた？4000も使っちゃってごめんねって。はい。まあ、仲直りできてたらいいんですけどね。はい。顔めっちゃ眠いな。ちべ娘さん、ちべこさんかな。もうすぐクリスマスですね。昨年のサンタさん迷子になっているのか、まだ来ないんですよね。今年は玄関の前で仁王立ちでサンタさんが来るまで待機したいと思います。もう俺何年来てないんだサンタさんなんて。もう来てくれよ。もう俺最後に多分Nintendo DS のおいでよ動物の森かな、多分あれをもらったのが最後。 DS のおいでよだっけ、まだ二等身だった時の、あれが最後、俺のサンタさんは。もうそっから来ないですね、全く。昔はゲームキューブとかくれたのにね。俺一番興奮した。ゲームキューブの時。ゲームキューブとソニックアドベンチャー2バトルをもらったんですよ。小学 2年生かなの時。あれかも、もう一番興奮したクリスマスプレゼントの中で。本当に未だに覚えてる。枕元になくて一回がっかりしたんだけど、プレゼントないって言ったら、いやなんかあっちにあったよとか言って、毎年ね、出してたツリーの下にあったっていう。ゲームキューブと、コントローラー2つとソニックがね。いやーもう来ないのかな。MacBook Pro 欲しいんですけど、 M2 Max の50万ぐらいするやつ、ね、来ないですかね、本当にね。はい、ということで、12月は、名前を心を込めて読む月間となっております。はい、その他にもホマさん、エチングマルクさん、ウリちゃん、
大阪の人さん、栄九伝さん、ちべっこさん、パラッパラさん、おつまみさん、努力しなさいさん、努力しなさい、カエデスピカさん、ミコさん、ガンバルンバさん、トシビーコさん、サンサさんさん、ウォンカさん、アイリンさん、ネコノジロさん、ミニミニさん、ボイスリードさん、クーさん、チーピーさん、ミーサスヒツジさん、カノコさん、カモさん、シーバダさん、MM さん、サクさん、ヒツジメさん、コメントありがとうございました。番組ではあなたのお便りをお待ちしております。お便りは概要欄に貼ったお便りフォームから送ってください。募集しているコーナーに関しましてはその中に記載ありますので読んで送っていただければと思います。そして YouTube のコメント欄は、番組の感想でもいいですし、最近あったこととかガス欠に伝えたいこととか何でもいいのでざっくばらんに書いてください。そして12月は名前を心を込めて読む習慣ですので月間ですので、ぜひともコメント残しててもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。それではしばらくヒーリング音楽をお聴きください。
ということで、ぼちぼちお話しさせていただきますけれども、大丈夫でしょうか。今寝てる人を起こさないように、静かに静かに話し始めるというのを毎回やってるわけですけどね。はい。いや、もう僕はね、本当に TikTok をよく見るんですよ。もう昔から。うん、もう昔から見てるのよ。本当誰も見てない時から見てるの。うん。なんか、もう TikTok といえばもう今もうさ、もう一般化したけどさ、もうなんか最初、ずっとバカにされてた時から見てて、いやもう完全にそのバインとかミックスチャンネルとかの多分流れで、おそらくこれは TikTok 次来るだろうなと思って、なんか見とこうみたいな。うん。いやみんな知らないでしょ、ステューシーの書き方。マドマドナナナドグデガベガドンペンペンドグデガベガドンテンテンみたいな曲とともにステューシーのロゴを書くだけの動画がバズりまくってたの。知らないだろ。ああもうそんな時から僕は見てるわけですよ。うん。もう俺の中でのやっぱ TikToker って言ったらやっぱフルル君だからね。坊主で歌歌ってる歌。ああ渡辺真琴の動画とかにも出てた。フルル君こそがもう TikToker ですから僕の中では。ああもうそんぐらいね、昔から見てるんですけど。まあ、ちょっと最近ね、ガスケツがよく見る TikToker の紹介でもしようかなと思って。まず一人目なんですけど、豪傑さんですね。豪傑さん。豪傑肉ラーメン。これ絵文字で肉とラーメンね。豪傑さんっていう。もうおじさん、もう、もう40、50代ぐらいかな、多分、ぐらいのおじさんなんですけど。まあよくご飯を食べる動画をアップしてて、で僕この人すごいのが、なんかこの人が食べるとどんなに美味しそうなものでもまずそうに見えるっていう、これ本当に新ジャンルだと思う。これ俺の中ではそんなんないじゃん今まで。美味しいものをいかに美味しそうに食べるかっていう勝負だったと思うのよ、今までのご飯系の人たちって。じゃない。もうこの人は何食っててもまずそうに見えるっていう。なんか、まあね、食べ方もまず汚いの。なんか、汁とか、もう口のもうビチャビチャビチャとかってもう垂らしまくったりとかすんの。多分本人は真面目に食ってんだろうけど、まあ多分、うん、なんか癖なのかわかんないんだけど。で、あと、ラーメンとかもこの人すごい好きでよく食べてんの。山岡屋のラーメンとかさ、食ってんだけど、あのね、麺を噛まずに飲むの、この人。本当になんか、マジで美味しく、うわ、美味しくなさそうってなっちゃう。どんなものでも。なんだけど、なんか見ちゃうのね。なんか。で、これなんでなんだろうって、俺の中で結構いろいろ考えたんだけど、これ多分、すっごい大きな耳クソが撮れる動画とか、鼻の角栓をさ、ペリペリ剥がす動画とか俺大好きなんだけど、あれを見ちゃう感覚に近いなって。なんか、怖いもの見たさというか、なんか、おーってなりたい。なんかある種のゾクゾクする感覚みたいなのにハマってんだと思う。本当に、大好きです。豪傑さん、ゾクゾクしたい方ぜひ見てみてください、うん、最近はね、なんか前歯が抜けちゃってて、そのうーの感覚もちょっとね、今最近拍車がかかっててね、すごいいいです本当に、はい。で、次ですね、こう女の子ですね。友達が可愛い屋さんでちっていう子ですね。この子はいいですよ。いや、確実に次僕はこの子が来るんじゃないかと思ってるんだけど、なんかいまいちちょっと伸びてない。いや、でも多分来ると思う。なんかね、なんかコンカフェかなんかで働いてる子なのかな。なんか、まあ、ちょっと見た目はそんな感じの子を想像してもらって、なんか動画上では
なんか大きなことは起こんない。この子が踊ったりとか、なんかハプニングが起きたりとかではないのよ。もう本当になんか普通のことをやってんだけど、なんかこの子の喋り方とか、なんか言葉選びとかが非常に独特で、なんか笑っちゃうの。なんかまあこればっかちょっと見てもらった方がいい。なんか本当に変なこと、変なのなんか自分のことネムチマって呼んでて、なんかネムチマはなんとかでいちよみたいな、なんかアニメキャラみたいな喋り方するんだけど、なんかその独特の間とか、なんか大したことやってないのになんか笑っちゃう、なんか謎の中毒性があって見ちゃうんです。この子も、この子すごいと思う。なんか最近の動画とか、まあその動画の締めが毎回あのねえちょっと待ってよって言って終わるの、まあ、俺その終わり方もすごいいいなと思ってんだけど、でそのねえちょっと待ってよの練習をするでちとか言って、なんかなんか布みたいなのに突撃しながらそれをずっとやるみたいな、ねえちょっと待ってよ、ねえちょっと待ってよってやって、で最終的にカメラマンの方に戻ってきて、ねえちょっと待ってよって言って終わるっていう動画なんだけど、いやこんなん言葉で説明してもさ、いやそれ何が面白いのって感じじゃない。いやでも俺は笑っちゃったの、それで。でも多分この子が持ってその雰囲気とか、なんか世界観とか、その間とか喋り方とか、なんかいろんなものがなんか奇跡的に組み合わさって、俺は笑っちゃってんだなと思って。だからなんかその子にしかわからないその子の生かし方をなんかすごい熟知してる感じというかなんかね、妙に中毒性のある動画なんですよ。ただここまで話しといてすごく不安なのは、そう思ってるのは俺だけかもしれないっていう、皆さんが見てどう思うかはわかんない。うん、はいね、っていう。あと一人ぐらい紹介しとくか、俺の好きな TikTok か。まあ、ちゃんぽん力かな。ちゃんぽん力。うん。酒を美味しそうに飲む TikTok かね。うん。この人いいですね。うん。まあ、これは、見てもらってっていう。なんかね、うん。酒を本当に美味しそうに飲んで、最後に、バリウマって言ってを締めるっていう、このちゃんぽん力いいですね。ちゃんぽん力さんいいですね。普通歌。北海道サンパウロさん。ガスケツさん、僕はつい最近お酒を飲めるようになったのですが、生ビールの美味しさが分かりません。あの飲んだ瞬間に広がる苦味、最初飲んだ時はこの世の飲み物なのかと思ったほどです。生ビールデビューで挫折し、今はちまちまサワー系を飲んでいます。やはり大人になったら美味しさが分かるのでしょうか。どこが美味しいのか教えてほしいです。まあ、僕も最初は分かんなかったですね。二十歳になってお酒飲めるようになってね、家で一人飲むようにもなり、もう今ではもう一人で晩酌するのが本当に大好きな酒粕と化してしまいましたけども、最初は分かんなくてビール、で俺は最初、コークハイばっか飲んでたの。コーラとウイスキー、日課のクリア買ってきてそれを割って飲んでたんだけど、なんかそれをずっと飲んでたら、ある時になんか、なんか甘いの嫌だなって思ったの。なんかその時になんかお酒に甘さいらなくねみたいな気持ちになんか急になって、でそこでちょっと一回ビールを買ってきて飲んだの。今まで美味しさのわからなかったビールを食って飲んだら、あ、これじゃん俺飲みたかったやつってなって、もうそっからはもうあんまりその甘いお酒飲まなくなった。ビールとかハイボールとかを、まあ、無限に飲むようになった、そっから。まあなのでいずれわかるはず。うん。まあ、あんまりお酒飲まない人はたどり着かないけど、まあ、お酒をなんかよく飲む人だったら最終的にやっぱ甘くないお酒にたどり着くから。
うん、なんでなんだか分かんないけどね。なんでなんだろうね。最終的にはそういうとこにたどり着きますね、やっぱね。うん、なので、美味しさを説明しろと言われても、わからない。なんか求めてしまってる自分がいるんだ、そこには。怖いんだよ。あ、そんな感じですよ。まあ、楽しんでください、お酒ね。はい、ちゃんぽん力も見てください。はい、ということで、眠れラジオこれぐらいにしておきましょう。これでも眠れないよという方はね、シャッフル睡眠法の動画あります。あと最近朗読の動画も上げ始めました。ぼちぼちぜひ聞いてみてください。あともう一本ラジオ聞くとか、まあ引き続きうちのチャンネルで楽しんでいっていただければなと思います。よろしくお願いします。はい、あとヒーリング音楽この後も続きますので、このまま寝落ちという形でも大丈夫かなと思います。はい、では今まで聞いていただきありがとうございました。お相手はガスケツでした。おやすみなさい。